皆さんこんにちは。埼玉県ふじみ野市のベストニッテリアです。今回は埼玉市に新築をされましたお客様宅へ超高型スクリーン風雅の取り付けをさせていただいています。幅が2メートル53センチ、高さ2メートル20センチのやや大きめの窓になっていますが、視線のコントロール光のコントロールが容易な大人気のスクリーン風雅を取り付けさせていただいています。風雅の製作サイズは基本幅が2メートル60センチ、そして高さが3メートル40センチまで製作が可能になっています。そしてスクリーンを巻き上げた時の一番上の収納するヘッドレールはアルミのレールになっていますが、風雅の製品幅が2メートルまでのスタンダードサイズと、そして2メートルを超えて2メートル60センチまでのオーバーサイズのレールの2種類があります。今回はそのオーバーサイズのレールを使うとともに、アルミサッシの縦枠が手前にすり出している関係上、風雅の取り付け金具にブラケットを窓をかけて手前気味に取り付けをさせていただいています。そして風雅が収まった感じはこんな素敵な窓の失礼になりました。光のコントロール視線のコントロールが容易で、シンプルモダンにはとっても最適な窓の失礼かと思います。どうぞこの風雅に対するご相談は気軽に私どもベストインテリアにお声掛けください。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。